明日の東京マラソンは。皆さんこんにちは、ウルトラランナーの宮子です。いよいよ東京マラソン1日前になりました。はい、1日前ですよ。ついにちょっとね、全く左足をひねってしまってとね、絶対安静の状態に行ったんですけど、昨日ね針を打って初めて歩いてみたんですけど、かなり回復していたので、ちょっと今日は軽く走って痛くないかっていうのをね確認したいと思います。ここで走って痛かったら当日ね、危険っていうことも考えるので、まあ、チェック、最終チェックって感じですね。久しぶりにね履きましたシューズ、はあ、毎日のようにランニングシューズを履いていたので、あー通せてよかったね。今これはねテーピング巻いております。足首にねがっちり、走れるなら本番もこのテーピングをして走ろうと思ってます。よいしょ。怖いのでね、ちょっとゆっくり行きましょう。前日、今日めちゃくちゃいい天気ですね。暑いぐらい、日差しも強いです。明日も日差し強いんかな。サングラスは必須かもしれないですね。はぁ、緊張するな、ドキドキする。無理はしないように行きます。ちなみに事前に足首を、ね、ひねったり回したりして、まあ、痛くないかチェックしたんですけど、それは大丈夫でした。あまりにもね、ここすっごくこうひねると痛そうな感じがするので、とりあえず走っていこうと思います。行きましょう。走れてる、もしかして。まだ10メートルぐらいなんですけど、足の違和感は全然ないです。やばい、嬉しい。ペースはね6分ぐらいです。ゆっくり。このさ、ほんとちょっとしたさ段差なんだけど、この段差ですら敏感になるわ。はい、ということで軽く30分ジョグしました。なんかね、走れました。よかった。これでさ、これでめちゃくちゃ走りたかったらどうしようって思ったんですけど、壁強い。今日30分走った段階では痛みもなく走れました。体がね久々だったんで固まってるっていうのはあったんですけど、あと暑い。それ以外はいつも通りで、なんか走ってない間ちょっとだけだったんですけど、すっごい久々に走れた気がして嬉しいです。走れるって素晴らしい。怪我をしてから今日に至るまでは48時間の間はずっと氷を当てて足を全く動かさず過ごしてました。東京マラソンエキスポの時は松葉杖をついていったんですけど、歩くのが痛いから松葉杖をしているのではなくて、足を固定して少しも動かしたくなかったので松葉杖をしてました。ずっと松葉杖だと疲れてたんで足を置いたりちょっと歩いたりはしたんですけど、なるべく動かさないための松葉杖でした。皆さんにね、すごいね痛々しい姿みたいな感じでね、心配をおかけして申し訳ございません。実際本当に3日の日までは歩くことさえしなくて、足を置くことも怖かったんで、それをやって怪我が長引いちゃったらどうしようっていう気持ちでいっぱいで、全く歩きもしなかったんですけど、次の日に針治療ですね、予約して行ってきました。針治療は捻挫したところとかにもできるらしいんですけど、足が腫れている段階だと冷やすことしかできなくて、 針をね打てないらしく、私はね引いて十分しっかり腫れが引いてたので、もうバシバシ患部にバシバシ刺してもらいました。刺してもらった瞬間からこうすっとね軽くなるのが分かって、針最強やんって思いました。その日の夜にはファイテンのチタン浴と酸素カプセルに入りに行きました。ありとあらゆることをして、あと睡眠がね一番簡単にできる治療法だと聞いたので、あと納豆いっぱい食べてヨーグルトと納豆いっぱい食べました。まだね完全な復活とはね言えないと思うんですけど、限りなく復活に近づいたので本当に良かったと思います。多分私の性格だったら動かしてみたりね、歩いてみちゃったりすると思うんですけど、東京でどうしてもサブ3切りたかったんで、可能性ねゼロじゃなかったんで、やれることをやって、一番大事な諦めない気持ちだけは切らさずに前日まで来れました。
たくさんのねコメントやねメッセージをいただいたんですけど、例えばですね、前日のエキスポで背筋測定をやったらぎっくり腰になって翌日の大会に出れなかった人とか、大会の1週間前に車にひかれたけどレース出れたよって人とか、レースの直前まで入院してたけどレースには出れたよとか、2週間前にトレイルで捻挫して爆速で直したよとか、皆さんのすごいエピソードを聞かせていただいて、なんか元気をもらいました。本当にこのまま走れなかったらどうしようってしょげたりしてたんですけど、そんなの聞いてたらもうしょげの気持ちなんてどっか行っちゃって、本当に元気もらいました。ありがとうございます。今日30分走ってとりあえず全く痛みがなかったので、明日の東京マラソンは出走したいと思います。はいだけどこれだけは約束したいと思います。途中で痛くなったらもう潔く諦める。それはね、本当に今後来週末には名古屋もありますし、その次はウルトラもありますし、今後たくさんの大会にも出ていきたいので、痛いのねずっと我慢して走るのはすごくリスクだと思うので諦めると約束します。ただ42キロ地点で痛くなったらもう最後まで行かせてくださいねああよかった、明日すごく一気に良くなって、たくさんの方が治りますようにってお参りしてくるねって言ってくださったんで、その願いが届いたんだなと思って本当にありがとうございます。言ってくださった皆さんのところにもうお礼参り行かなきゃ明日東京マラソンに出走される方は一緒に頑張りましょう。応援してくださる方はアプリのね応援ナビから氏名検索かゼッケン番号検索で辻真由子か5007をね入れていただくと、私がどこを走ってるか見れると思うので応援よろしくお願いします。で SNS ですね、インスタやツイッターとかでハッシュタグミャコンブで投稿してくださったら走り終わった後にチェックしに行きますので、よかったらハッシュタグミャコンブをつけて何かメッセージ打ってくださると嬉しいです。それでは明日全力で楽しんで走っていきたいと思います。頑張りますということで、ここまで見てくださった皆さんありがとうございます。それでは次回の動画で笑顔でお会いしましょう。ザイチェーン。大宮の氷川神社まで来ました。無事に完走できるようにお祈りしてきます。